よろしくお願いします。今日は、いろんなビジュアル系バンドの曲をやるんで楽しんでいってください。
僕個人的にはヒデさん大好きなんで、あのここのお店の雰囲気がすごく良くて、また飲みに行きます。すごい個人的な。やらない売れないわ。やらない。まあ、いつもこうみんなねやりたい曲出し合って、ね、ライブとかやってるんですけど、今やった曲とか知ってました？知らないですかね。みんな知ってるでしょ。え、いや、あの深夜さんはもう全部マニアックやから分かってるんですけど。1曲目は、マリス・ミゼリのベルエールという曲で、ガクトがいたんですね。ガクト、そうですね。2曲目がイエロー、雲の糸という曲なんですけど、で次やるのが、すごくちょっとキーの高い曲でなんですけど、ジャンヌ・ダルクのやったっけ次それのドールズという曲です。ちょっと待って、声が出なかったらセトリから削除するつもりだったんですけど、やるという、はい、頑張ります。今日ここ来てからキーボードのかなみちゃんに声がよく出る漢方をもらって飲んだんで、漢方の力でなんとか。声が出なかったらかなみちゃんのせいで。マジか。おっさんのせいよ。マジか。行きますか。
ちょっとバンドとしてはメジャーです。曲はすごい古いですか。はい、このバンドもなかなか瀬戸りみんな覚えてないです。僕も今見ながらやってます。用意してじゃあね、もうだいぶ押してるのもあるんで始めたいと思います。ちなみにあと3桁です。頑張ります。
ヤスが一番に見てびっくりしたもん。次の曲分かってもらった。名古屋三連発。ああ。いや残念です。なるほど。なるほど。なるほど。でも前はやったね。最後は多分割と皆さんが知ってる曲だと思うので、ここにいる人は。いる人は。いる人は。どうしようしなかった。いる人は。どうするしなかった。なので盛り上がってもらえるとありがたいです。少ないので一緒に立ってくれたらありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあどうぞ。じゃあラストはみんなでもらっていきましょう。はい。Oh, oh, oh.